ツイッターのさ、うん、DM がさ、そのなんか普通の人と認証した人に分かれてるじゃん、うん、でさ、普通の人から来てもさ、通知1とかになるやん、はい、だから全然開けない量来るやんか、うん、ずっとさ、分かんなくて無視みたいになっちゃったんだけど、うん、マーチンから明けましておめでとうっていう DM 来てたの気づいてなくて、そのせいで今返してもいいかな、2月やけど。あ、俺も気づかなかった。え、ドクターマーチン公式な違う白目のマーチン公式。あ、白目のマーチン、白目のマーチンなんか違う。プラビットの人とあれ人とということで、今回は御朱印についてやっていきたいと思います。御朱印もっと御朱印様じゃない、御朱印めっちゃ言いづらい。御朱印漢字がこれ魚匂いの症候群、聞いたことないですよね。ない、まあ、この病気がマジでやばいんで、今回はもうずーっと携帯だけを見て釘付けになってみてください。今 T 出しよう。んずあ、分かった。え、そうだったの。うん、 T じゃないか、これ。しかもスパイシーチョコレートか。どう、このやり取り。いや、思わないわ。ということで、世の中には多くの人が聞いたことのない奇病や精神疾患と戦いながら生活している人がいます。例えば、これまでに100件しか症例が報告されていない櫛で溶かせない髪の毛の症候群の女の子や、毎日大量の泥を食べ続ける異食症、僕らがいますね、というのがいるんですが、今回やるのはまるで魚のような体臭によって気を使っていても周囲から白い目で見られてしまう女性、御朱症についてやっていきたいと思います。なるほど、そういうことか。36歳のケリー・フィドーさんは物心ついた頃から自分の体臭に悩んでいたと。そのため1日に4回はシャワーを浴びて、体中にデオドラントを塗って、なんとか体臭を抑えようと生活をしてきたが、それでも周囲をごまかしきれないほど彼女の体臭は生臭かったと。今から2年前、体臭に悩むケリーさんが病院で診察を受けたところ、御朱印と診断されたと。あったんです。だから生臭いってことですね。あと、それを隠そうとさ、そのデオドラントとかやるって言ったやん、そう、混ざってさらにね、ダメな場合ありますから。あと、シャワーって1日に何回も浴びちゃいけないんですよね。逆にダメらしい、ね、なんか油を残さないと匂いが出ちゃうみたいなね。やりすぎはよくないね。そうそうそう。じゃあ、まずそもそもなんですが、この御朱印とは何なのか、うん、ということで、御朱印とは読んで字のごとく、体臭や口臭が魚の腐ったような匂いになってしまう病気である。この御朱印の患者は世界でも数百人ほどしかいない奇病で、確実な治療法も見つかっていないと。子供の頃から自分の体臭は周りの子たちと違うと気づいていました。同級生にお前は魚臭いと言われ、お昼に魚のサンドイッチを食べたのと嘘をついたことが何度もあります。ティーンエイジャーにとって難しい問題でしたと語ってるんですが、正式にはトリメチルアミン尿症と呼ばれ、原因は遺伝的なものと肝機能の低下による後天的な場合があるらしいです。食事をした際、本来は体内で分解されるトリメチルアミンという物質を分解できず、匂いの元となるトリメチルアミンを汗や呼吸で排出してしまうため、魚の腐ったような匂いがしてしまうと。原因は分かってんだよ。分かってる。だから、その分解できてないものがそのまま出てるってことだよね。だから人間はそれを分解してる機能も備わってるってことだよね、うん、食べたものの匂いが出ないようにしてるわけですね。もうそれが出ちゃってるということで、うん、で、このケリーさん、悲しいことに体臭によるクレームを受け続けてきたわけで、極力人と関わらないようにするために放射線技師として病院で夜勤で働いているらしいです。めっちゃ気遣ってるよ。いや、そうなのよ。で、まあ、これ理解してもらうのが難しいわけですね。で、そんなケリーさんのことを一番理解しているのが夫のマイケルさん。2人の出会いは16年前。確かにケリーの体臭は気になったけど、それを口に出すことはなかったよ。お互い惹かれ合っていたから大した問題じゃなかったんだ。同棲生活を始めて彼女のためにできることをしようと思ったんだよ。これまで人間関係に消極的だったケリーさんだが、御朱印と診断されてから徐々に意識が変わり始めたと。診断結果を知る前まではシャワーに膨大な時間を使ってきました。熱湯で肌が赤くなるまでゴシゴシ洗って、ものすごいストレスでした。しかし、この診断の後、ケリーさんは体を洗うことが肌に悪影響を与えていると知り、今では敏感肌用のボディーソープで優しく洗うようになったと。最近では職場の同僚に自分の抱えている問題について話せるようになったと。まあ、それについても結局夫という存在がいたからここまで変われた。泣きそうやな。どれも泣きそう。いや、今回はいい話なんですよ。マイケル、どんだけ器でかいの。やばいよね。まあ、この状態で16年間寄り添っていて、まあ、同棲生活を行っていても別に大した問題じゃない。匂いなんて
って語ってるわけです。アンビリーバボーとかでやるやつやで、いやそうやね、その泣けるやつで、あのあれよ、ネイキミワボーの子が泣いてる。いやゴーリキさんねネイキミワボーの人じゃない。よくあったやん、ね、泣いてるワイプレ泣いてるシーン。パックランチね、パックランチ、ランチパックなすごいな、外人の名前じゃんまあ、ということで以上が魚臭症に関する、まあ、症状とそれに悩まされている女性のお話なんですが、日本では昭和薬科大学の教授がこの魚臭症について研究を行っていて検査もしている模様です。もしかして自分もそうかもって思う人は教授のホームページで相談できますので、ぜひしてみてください。確かに報告してないだけでいっぱいいる可能性あるよね。そうそうそう、あと報告されてるのが言いにくいからね、これは言ったことによってやっぱその苦しい思いをたくさんするわけですから、治るのかな今のところ。でもね、なんかない、難しそうだよね。原因が分かってればさ、なんかできそうだけどね。まあ分解する何かね、なんかそこで補えたりとかさ、その研究してんのかとか。まあそうだね、うん、だ日本にもいるということで早くこのね、うん、原因が解明されて、まあより早く薬が見つかることを願うんですけれども、うん、あとね、最初に言ったあの櫛で髪が溶かせない症候群、うんうん、っていうこの子なんですけど、まあ溶かせそうですけど、いやいや、うん、もう溶かせないですよこれ、無理なんだ。でもこれはこれでかっこいいよね普通に。まあまあまあ、このなんていうの、おしゃれっていう、あのドラマの主人公みたいなね、サッカー選手っぽくて。そうそうそう、うん、でなんでかっていうと髪の毛がデタラメに伸びていくと。なるほどね。要するに人の髪の毛っていうのは大抵ある程度まっすぐ伸びてる、ルールがない、うん、そうそう。で癖っ毛とかあるよ、大悟さんも。けどまっすぐ伸びた末に癖づいてくる。確かに甘いよな。そうけどこの子の場合は、うん、もうマジなんだ、始まりからすごい、すごい、すごい。あれだよね、多分ドレッドじゃないからってことだよね、うん、ドレッドの人はそうじゃん、こうなん、はいはいはい、けど編んでないからだよね。だからもう普通は人の髪の毛って決まってるやん、頭蓋骨にこうやって綺麗に覆われてるのが、もう穴の方向がぐっちゃぐちゃなんです。なるほど、ね、だから櫛で溶かせないっていう病気ですね。でこの病気っていうのもなかなか知らない人が多いじゃないですか、うん、だからもしその癖っ毛とか悩んでる人も、まあ、病院に行ってみたら櫛で溶かせない毛髪症候群っていう名前の可能性があるので、でこれに関しても有効な治療法がないんですけれども、まあね、彼女も頑張って楽しそうに、あのインスタではフォロワーがかなりいます、 1.6 万人。おでその自分の髪を載せていると、うんうん、だから別にマイナスなものではないよって、個性だ、そう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 、それを発信しているということで ね、 素敵ですね。だ今回ね、最後に言いたいことは、その自分がコンプレックスだと思っていること、うん、あとは周りから見たらこれは微妙なんじゃないかと言われていることもね、うんうんうん、まあ普通に受け入れてしまえばそれが良さになるわけです、うん、そんなことが伝わればいいなと思っていますね。僕らもいろんな女に手を出しちゃう症候群ですけれども、いやいや、今ので一気に台無しなのよ。いやでもそれのおかげで僕はいろんな恋愛があったりとか、はい、出会い別れを繰り返し、うん、たくさんの曲が生まれてるかもしれないし、いやじゃあいいか、うん、だから分からん、それは春の声が出るのもそんなにね、いっぱいそのセフレを作って、いっぱいセフレ作って中小高校、それのおかげでその声の潤いが保たれてるかもしれない。それはあるな。そうそう、アナル症候群じゃないですか。確か俺アナル症候群です。アナルばっかり。ただのアナルアナル。症候群じゃない。薄いの。まあね、このような感じで受け入れていけば、もうその人から見たら悪い部分だって良さですので、うん、楽しんで生きていきましょう。正確には玉浦な。知るか。れなくなって死ねん涙こらえて